としお TV。 中にいるだろう好きなやつ、どうもこんばんは現在の時間は1月17日夜8時2分になります。今日の記録までには、今日は朝7時ぐらいに起きて、その後、家のチェックをして、まあいろいろチェックして、その後買い出しに行きました。食べ物はなかったので、まあいろいろ揃えて、あと洗剤とかも買ってきました。でその後、アメリカ来て初の練習してきました。自分が行きたかったザ・キッチンスケートパークってとこに行ってきました。いやもうびっくりしました。めちゃめちゃ大きかったです。もう毎回オーストラリア行った時もカナダ行った時も、まあマップスに大きなジャンランができた時とか、クゲルマに大きくジャンランができた時もそうだけど、もう毎回思うのが、初っ端の日はもう初めての日はめちゃめちゃ怖いですね。もう怖くて仕方ないというか、もう飛ぶのに必死みたいな。いやめちゃめちゃ大変です、大変ですねでもそう、うん、今日はあの電車っていうかバスに乗りながら考えたことがあったんですけど、 BMX 乗って11年経つんですけど、分かる人に分かると思うんですけど、 BMX に乗るのがいつの日かだか、もう毎回毎回怖いです。何が怖いかっていうと、もう攻めることが怖いというか、うん、楽しいというと、みんなで友達で集まったり、家の前でこうヘルメットとかなくして普通に乗ったりするのは楽しいっていうですけど、でも悪い意味じゃなくて本当に毎回怖いです。で今日ももう練習中ずっと怖かったですね。でも怖い気持ちと、あそこでこの技やりたいんだみたいなやりたい気持ちと、こう狭間があってやりたい方が勝って頑張れるみたいな、うん、だから悪い意味じゃないですけど、でもとにかく今日はもうほんと怖かった。まあでもエンジンかかってきた気がします。頑張ります。とりあえず僕は元気です。としお TV。 何回、うん、自分でも考えたことあるけど、でも世界一になるってめちゃめちゃすごいことですね。頑張ります。